長編 SF 電気小説。1985年、雑誌、野生時代にて、連載開始。日立対乱編まで書かれたところで、野生時代が、休館となり、長らく中断していた。2005年、映画化の企画が持ち上がったことも、契機となり、週刊ファミ通にて、天馬傍教編の連載が開始。類編、地獄編を経て、2011年に完結。 2007年の堤幸彦監督による映画化以降、映画脚本を担当した甘沢明によるノベライズや、都会、横山人しによる漫画など、数多くのメディアミックスが行われている。関ヶ原の戦いから間もない時代が舞台。異様の体験を背負った巨漢万元苦労を主人公に壮大な物語が繰り広げられる。その大抵の件は、 大抵の剣をものともしない環強差を持つ。真田秀やエガ州などの忍者や宮本武蔵や佐々木、小次郎、野牛十兵衛などの歴史上の人物や宇宙から来た地球外生物らとバトルする高等無形な物語。制作時点では原作が未完の状態であったため、物語展開やキャラクター造形にオリジナルの要素が多く追加されている。映画の公開に合わせ、 同時期に新機嫌者から書籍版にて発売されたテーブルトーク RPG。ゲーム制作を担当したのは高平成美と坂本正幸。いわゆるタイアップ企画ものであり、映画に出てくるキャラクターをプレイヤーキャラクターとして使用することで映画の内容を追体験できる構成になっている。19本のシナリオが収録されており、映画の名シーンを再現しているものとオリジナルのものの、 両方が含まれている。ゲームシステムは、ベーシック、ロールプレイングを機関システムに採用しているが、戦闘アクションに特化した形に改造されており、戦闘に使える技能以外のルールは省略されている。また、ゲームマップを使用することで、戦術行動を考える楽しみが増すような工夫がされている。キャラクターメイキングに関しては、ゲンクロや宮本武蔵など、 映画の登場人物をモチーフにしたテンプレートを使用することが前提になっている。映画の世界観について簡単な紹介が資料として付属している。角川ノベルズ、角川文庫単行本角川文庫ビームコミックス、バーズコミックス。ありがとうございます。